はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は SG 高校で限定ルートになります。で、イベキャラの方が、こんな感じで、自分は特攻キャラを引くことができなかったので、神宮寺さんをお借りしておりますと。で、コツはアベレージヒッターだけかな。こいつは実際ね、使ったことはないんですよね。で、あとチャレンジでミートを A にすると銀ゲドをくれるので、とりあえず銀ゲドを目指していくのと、あと限定ルートの恐怖の満塁男ですね、これもまだ取ってないので、まあ、取れれば取りたいんですけど限定ルートのねミッションはね難しいんでね、まあ、最悪カラスを使って、まあ、取っていこうかなとも思うんですけれども、カラスはカラスでね、果たし状に取っておきたいんですよね。まあ、できれば両方はクリアしたいんで。で、今回も別にガチで強い選手を育成するっていうよりは、まあ、ミッションを、やっていきたいと思いますので、多分クリアできないけども、限定ルートの方って高難易度ミッションの方がなんか直で能力が上がったりするやつがあるじゃないですか。まあ、あれもやっていこうかなと、出てれば。で、ただあれってしくじるとなんか三振男とかね、赤徳がねついたりするんで、でもまあそれはしょうがないっすね。で、滝本くんはまあさっきパワヒをくれたのでよかったかなと。まだ体当たりは抑えられないんで、ここはまあ田中山くんかな。一応セカンドなんでね、まあ、魔術師取れれば欲しいですね。ここで守備職がつかめたけど失敗する可能性もあるんで。で、お守りは特に持ってきてないので、せっちゃんは最優先で追っていきましょう。お守りがねちょっとね少なくなってきたんですよね。なんで今回友達スタンプ、そう持ってきたんで、これもう早速使っちゃいましょう。で、メンタルのコツか、これは結構いいな。滝本だし体当たり以外広角打法、おお、パワヒと広角はもう来たか。で、ウドがいるんでパワヒは5で掴みましょうか。で、これは通常の定期ミッションなんでサクッとやります。はい、 OK ですね。で、限定ルートに行くと最終の定期ミッションでは高速チャージのコツはくれないんで、気分やかインコースね、珍しいな。どうしようかな、普通のコツも来てるんで。ウドくんか、ウドくんもな、パマヒをくれるから美味しいといえば美味しいんだけど、どうしようかな。文化祭もあるね、9月の1周入ったところか。じゃあちょっとまずはウドくんのコツをもらいましょう。で、これがパワヒー5になって、ウドくんの金徳1回目ですね。まあ、体力が減って文化祭をやりますか。そうすると、せっちゃんが全然終えてないね。そうするとまあそれはしょうがないか。まあ、文化祭ね、2回とかね発生するときありますからね。どんだけ文化祭やってんだこの学校はっていう。これで体力回復、せっちゃんを追わないといけないけども、間違えた。コツも結構来てるな。あ、これもいいな、田中山くん。で、せっちゃんがいないから、どうしようかな、守備職人もう取っちゃおっかな。守備職人はね、安いんでね、意外に。3でこれですからね、これだったら掴んだ方がいいな、掴もう。
で、ミートをね、A にしないといけないんで、チャレンジがあるから。そんなにね、守備はね、上げられないと思うんですよ。兼ね合い的に。どうしようかな。せっちゃん。せっちゃんがいればいいけど、いない。どうしようかな。神宮寺とかね、多分全然バウンサーのレベルが上がってないんですよね。ここはどうする。この2人のレベル上げとくか。ガードレベルはね99にしておきたいんで。滝本くん早いな。あんまり早すぎると失敗するからね。でせっちゃんがいない。マジか。せっちゃんがいない。せっちゃんがいないとなると、これは日野だしね。ここでねレベルを上げておくっていうのもいいんですけど、文化祭あるから文化祭やっとく。毎月文化祭やってんなこの学校は。これはせっちゃんは間に合わないかな。そうすると10月の一周で多分1回も練習してなくね、せっちゃんと。せめてな、せっちゃんイベントが来てくれれば評価が上がるんだけど。後イベはねそんなに重くないはずなんで、前イベがねどうしてもね滝本がいるんで重くなっちゃうんですよね。でかつ SG はね秋イベント数が少ないんで、そこは結構きついところかな。ここは3人いるんで練習しましょう。監督評価は別に気にしなくていいんで。でコツが来てる、コツが来てるけどせっちゃんがいる。どうしようかな。ここもいいよな。バウンサーとレンジャーのレベル上がるしな。せっちゃん間に合わないって踏むか、まあそれでも早めに彼女にはしておきたいんで評価は上げていきましょう。まあガチ育成ではないとはいえ、それなりの選手は作りたいんで。ちょっとだけタイミング悪いかな。でこっちが来てる。滝本、日野、せっちゃんはいない。ここにガードが2人いる。でもレンジャーのレベルも上げておきたい。こっちだな。盗塁。そうだな、日野くん今回切っちゃってもいいかな。電光石火はさすがに取れないんで。あーせっちゃんがいるからせっちゃんのところに行きましょう。よし、これがね発生してくれればいいんだけど。これで、地下グラウンドですね。せっちゃん、せっちゃんいないね。ちょっと神宮寺レベル上げとくか。これはうどくんの普通のイベントですね。まあ、体力は減らないんで全然いいですね。こっちが来てる。スカウトと田中山くん、せっちゃんがいる、宇戸くんもいる、日野もいる。ここはせっちゃん間に合わないかもしれないけど間に合わせたい。あ、これが来た。距離伸ばして、これはね結構上がるんだね評価が。田中山くん、バントはもうもらったよね。今、ちらっとせっちゃんが見えたな。パワーヒャモをあるからもらうでしょう。で、これはこれでいいでしょう。何パーセント ?30% か。30% はきついね、さすがに。まだ止まってねえし。
告白の評価まで。これはおお成功した。たまにここでね失敗するからね。せっちゃんはいない。この2人のレベルを上げておこう。スカウトもいたし、精神は必要になるからな。あーここら辺ってよくわかんねえな、鳴き声真似してみる。すげえこれはこれでいいかな。編成的には限定ルートはね全然やったことないんでいまいちわかんないんですよね。人間が2人ずつ来て、日のここに送り込んで、あ全然日ので突破できたわ。やっぱりバウンサーも必要だな。これは欲しい。主人公で突破できるか。これって特攻キャラがいるから今この難易度なんだよね多分。普通だったらもうちょっと難しいのかな。ちなみに理事長って強いの護衛能力的に。いやーこれは無理だな。ここで告白評価までたまって、かつイベントが起きたすげえこういうことが起こるからね、諦めずに。女の子は諦めずに追っていく、これが重要だな。サングラスか。こんなイベントあるんだ。田中山くんはねやる気効果あるんで結構経験点もらえますよね一人でも。あしまった、今のまんまだと多分クリスマスは大丈夫だけどお正月多分ね一緒にね行けないっすね。せっちゃんと練習しないと。そしてせっちゃんいないんでこれお正月多分一人だな。どうしようかな、アビヒをもらっとくか。バウンサーレベルも上げつつ評価もまだ足りてないんで。ありがとう。うん一人だねせっちゃんはなこれがあるからな、告白のところで評価が上がらないっていうのがちょっと辛いよな。まあでもクリスマスは一緒に入れたんで。どういう心境なんだろうね、クリスマスは一緒にいて初詣は一緒に行かないってこれはもう日野ですね。さて何をくれる、合格打法、よしこれで合格も5になったと。まあ体力的にデートかな。ここは一応ミッションを見て、月通崩しは意外性か。まあいいや、デートしましょう。お正月は一緒にいてくれなかったくせに。お田中山くん1回目が来ましたね。なんでちょっと守備を上げていきますか。これ何これ分からん。ちょっと
イベントの詳細を見ないとわからないんで。これは一人でやるか。まあ精神だけだけども、上とか減るからね。これは続くか。あ、しまった。そう、守備上げるって言ってあげてねえや。なんかあるとね、もうすぐ忘れちゃうんだよね。あげよう。どこまで上がるかな。とりあえずシークラにしとく。ミートをね、上げていかなきゃいけないんで。日野くん、いいね。敏将か。今回でもあんまり敏将いらないかな。2月の1周どうしようかな。体力が減ってるね。さすがにね、バレンタインもらえるんで、ここは精神練習でもしとくか。せっちゃんは体力回復量30のはずなんで、神宮寺って全部でイベント何回だ。全部で4回か。まあ普通ですね。竹本くんはね、6回あるからね。ここはじゃあレベルを上げていきますか。どうしようかな。バウンサーのレベルって上げる必要あるのかな。まあ竹本がいるんで、竹本のレベルを上げていくか。まあ、うどくんは金徳を取っておきましょう。なぜか逆境ももらえるっていうのがいいっすよね、このイベント。体力減らないし。主人公は72レベル。まあいい感じで上がってるかな。竹本が36か。どうなんだろうな。竹本に行かせよう。あ、クマさんがいるね。クマさんが、これ2人で行って、下のクマさんは排除できたかな。これはこいつに任せて、こいつに任せるでしょ。で、金塊欲しいから取りに行って、で、ここ、これで大丈夫かな。あとほっといても大丈夫でしょう。大丈夫だね。ちょっと怖いな。よし。あ、ここは、お、いい感じだね。すげえ揃ってる。これだけ揃ってると73入るんだ、経験点が合計で。で、かつ田中山くんの練習と。お、どう、取れる。守備職人のコツか。 C だとやっぱきついのかね。まあしょうがなかったけど。大体ね、田中山くん出た時はね、もう A まで上げちゃってますね。上げられれば。C だとどれくらい成功率あるんだろう。野球でモテろ。なるほど。え、これ何？俺彼女いるよ。俺彼女いるけど何？どうすんの？
野球でモテろ。俺彼女いるし、彼女あり。結構いいね。体力下がらないのがいいな。上と一番下は体力が下がるんで、あ、でも一番上、あ、イベント終了か。続かないか。俺彼女いるし。読んでなかったけど、どういうこと話したんだ。神宮寺、まあちょっと体力はマックスだけど、マックスじゃなかった。よし、これで阿部ひが来たでしょ。前でやっぱ重いね。宇戸くんから筋力をもらっておこう。これもうガードレベルめちゃくちゃ高くねえか。でロードワークに出て、せっちゃんの評価がね、多分ね足りてないんだよね今。このままデートだけだとね行かないと思うんだよね、マックスに。これ何なの。小さな方持って帰ってみようか。オープン。技術が上がった。またメンタルがあるのか。まあ、合宿がねないからね、限定ルートは。まあ、合宿をプラスと取るかマイナスと取るかっていうのは微妙なところですけど、 SG キャラをね入れてれば合宿は結構美味しいんですけど、これどうしようかな。豪快なパッティングにしよう。俺全然パワーとか上げてないけど、これってパワー依存しないのかな。あー、せっちゃんがいる、せっちゃんがいるけどどうしようかな。うどくんもいるけどこっちだな。で次はミッションかデートですね。チームメイト評価ここで上がってもな。ミッションびっくりマークがついてるから一応見てみますか。あー、野球書シリーズね、これねほんと無理なんだよね。どうする、やる、せっかくだからやる。ちなみに絶対無理です、絶対クリアできないんで。失敗してしまうと点点点。行こう。もう絶対無理だから能力上げてねえし。タキンコ出すでしょ。もう出せるときに出してこう。かといってね、全員発射させるのはちょっと怖いんで。これタキンコいけるよね。OKOK。一匹だったら大丈夫だな。主人公に任せよう。わー、罠終わんのか。お、マジか。マジか、これちょっと待って。これマジきついぞ。速攻で死んだな。エラー。混ぜるな危険は確か体力が減ったはずなんで、次はデートをしよう。まあ、ここは大丈夫でしょう。いや、やっぱ限定の方が最終護衛ミッション難しいっすね。で神宮寺がいてこの難易度でしょってことは、いなかったら俺クリアできねえな多分。いや、野球書シリーズはねほんと難しいな、全然できなかったかんね。こいつマジ下手だなっていうくらいすぐ死んだから。一人でやる。
筋力か、まあ、特にミッションもなさそうなんで、何よね、うん、滝本がな、もう少しタックの率が高ければいいんだけど、何気にあれはでかかったな、銃上がったのは。おい、おお、これ一番きついよな、スマートさ。大ダマル。あ、こいつ失敗するんだ。ここは普通に飛んでいくか。大ダマルってことはさ、日野のイベントでも大ダマルもらえるからね、切ると大ダマルばっか。あ、来た来た来た、どうしようかな。尊重する。大田のごつを掴んだとか。あ、これ多分ミッション来てるな。ちょっとまずミートだな、ミート。どこまでいけるこれ。よし、とりあえず A になった。A になったけど、技術がやっぱり全然足りてねえな。で、一応練習は見るか。まあ、それなりな感じなんで、ミッションですね。果たし状来て、竜の卵来て、古文書が来てると。ミッションだらけだなこれ。古文書はやりますか。恐怖の漫才男チャレンジであるからね。最悪ここでカラスを使うと果たし状がね、無理だからね。竹本のレベル50欲しいけどな。竜の卵も無理だな。じゃあ古文書行きますか。古文書のメンバーってこれでこのさ、自信のあるメンバーで挑めっていうのがさ、いまいち分かんないんだよね。よし、古文書行きましょう。まずは古文書。カラス使ってもね、失敗するときがあるからね、こういう高難易度ミッションって。いまいちあれが配置が分かんないからな。罠があるね。罠がめっちゃ来てるね。いや、罠ありすぎでしょこれ。罠ありで勝つこれ。ちょっと罠一個ずつ外していこう。外してっていいよね。バンサーを投入して、主人公投入して、滝本入れて、で罠外して、いけるか主人公。よし、よくやった。ちょっと、金塊は今回無視しよう。おい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 、どうなってんだよマジで。滝本でいけるっしょ。でここやって、いや、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、主人公であそこ突破できるかな。クマさんきついな。いや、これ無理でしょ。早かったな、ちょっと早かったな。いや、あそこ一斉に出てきたときはさ、あ、もう無理だって思ったけど、これ、あ、金塊取りに行こう。最後は何にもないんだね。まあ、とりあえず。よし。恐怖の満塁男を掴んだから。お、これで、体力は減るけど、やる気が上がるのはでかい。ミッション行きましょう。こっちはね、まず、竜の卵で行きます。竜の卵は、メンツ的にこれでいいのかな？もうわからん。もうカラスはないぞ。カラスに頼ることはできない。わー、これ主人公でいけるっしょ。よし。ブルドッグとか本当嫌なんだけど。金塊をな、ちょっと欲しいけどな、怖いんだよな金塊狙っていくと。何にもないよ。この静けさは一体取りに行こう。
ってクマさんはジングジに任せよ。これはもう連続で射出していこう。ああ1匹か。1匹の時はなちょっと滝本に任せるっていうのもあるんだよな。下の金塊はもう完全無視できた。ここはこいつに任せよう。でここ主人公に任せて、まずい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 、これはこれはマジでまずい。うおーきついきついきつい、マジきつい。上のクマが、あ間違えた、射出を間違えたけど、あぶねー。いやー死ぬかと思った。一番下の射出を間違えた時には終わったって思ったけど、果たし状来てるんで果たし状もやりましょう。果たし状はさすがにレンジャーいらないんで、田中山くんが51レベルあんじゃん何気に。よしこれでいきます。さあ勝負だ。これはもう前段発射、まず最初は前段発射で、あとはもうなんかとりあえずいるところに、みんなを出していくと。あ、主人公あそこか。ほいほいほいと。ちょっと田中山君の下がまずいかな。で、クマほいほいほい、田中山、うわー無理か。ちょっときつかったな。え、何これヤッホーでいいや。おおいいね、すごい30% はちょっと無理だな。6月1周ミッションは、うん、もうここら辺まで来ると落ち着くね。ていうかせっちゃんせっちゃんとデートしないと。でこれが4回目なんで、筋力か、まあ、筋力ってよりね本当技術が欲しいんだよね。遊びじゃなくてミッション、なんか技術がドバッと入ってくるのない。40か。じゃあこれでいきますか。ポイント稼ぎで。でコツが来てるな。滝本か、体当たりって取ったっけ。ちなみに多分取ってないと思うんだよね。広角取ってアーティストも取って阿部姫も取って、技術マジでねえ代打取って重戦車取ろう。よしこれでいいや。あ恐怖の満塁男、技術不足で取れないてか技術不足でパワーも上げられねえし。チャンス、いやこれこのままだとホームラン打てねえぞ。田中山くんいるから技術をもらっておこう。ありがとうございます。で最後、最後っていうか別に最後じゃないけど試合前最後。これで技術どれくらい入ったっけ。20。お1級入魂かなり掴んだ、いいね。俺ミートあるからね。3番。でパワーを上げるだけ上げないとさすがに F は無理だからなE にしかならないんだけど。足上げとくか。いやー完全なる技術不足だな。まあでもこれでいくしかないよね。アーティスト持ちなんで、あとはどれだけ持っていけるか。お待たせいたしました。
お二人さんはアウトになったんだな。これ行く？ああ行ったね。まあ負けはね許されないからね、こんなところで。よし、オッケー。ツーランと。とにかく技術が欲しい、技術が。望月くん。おお、ちょっと待って。意外に球速速いね。148あるんだ。危ないな、このカーブ。すっぽ抜けの顔面。直撃になるとこだったぞ。で、あとね、せっちゃんの評価がどうなってんのかがね、すげえ気になるんだよね。なんか足りてないんじゃないかっていう感じがするんだけど。足りてないよ、ほら。足りてないから、これちょっと。走ろう。うー、来ない。これマジでせっちゃん足りんぞ。どうする。絶対まだ足りてないよ。その他関係者足りてないよね。守備練したいよな。ミッション見よう。うおー、技術がめっちゃ入る。技術がめっちゃ入るけど、せっちゃん足りてない、かつ来てる時にやっとこう。ロードワークとかでもまだ完走してないよね。ロードワーク完走したっけ。サクッとやって、あとは甲子園の練習場にせっちゃんが来てくれれば一番いいんだけど、そもそもそこまでいけない可能性もあるからな。セキュリティガードリードで迎える1回です。バッターは福田。投げた。初球空振り。ここまで曲がってこなかったか。第2球。投げた。あっと、いったー、まあ、とりあえず地方大会はね、セキュリティガードリードで迎える3回です。別にパワーいいでも、先ほどホームランを放った。全然なんとかなるんだけど。ファールボール。投げた。ボール。甲子園に行くとミートとパワーがやっぱり重要になってきますからね。第4球を投げました。きた、いった。あとは大炎上しなければ全く問題ないな。今日2打席連続でホームランを放っている。初球を打ちました。掴んでこれです。こういう時多分ね、パワーがあればね持ってけると思うんですよね。セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは福田。今日2打点を挙げています。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールが先行するね。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり。見送る。よーし。ここは60が満点だっけ。てかノーマルでしかやってないけどさ、エキスパートとかってどうなんだろう。これどうしようかな。技術に滝本か。せっちゃんの評価が足りないんだよね。せっちゃんの評価が、大事を取って、大事を取ってデートしよう。で、評価が上がるやつがいいんだけど、いまいちよくわからんっていう。カラオケはね、体力が回復するんだよね。公園に行こう。首を洗って待っててねって。せっちゃんの評価4でしょ。これでせっちゃんいるかな。あ、いた。しかもまだ溜まってねーし。まあでも守備練にいて、かつこいつと練習ができる。いやー、やっぱりお守りないとちょっときついよな。騎馬モードとかだったらね全然大丈夫なんですけど、C は欲しいな。で、あとはちょっと特殊能力に振るか。やっぱりチャンスは持ってはおきたいけど。恐怖の満塁男、何が足んない。筋力が足りてねえのか。
まあでもエピローグでね、恐怖の満塁男は取れるんで、取れるっていうかそのポイント的に取れるんで、たとえ評価マックスじゃなかったとしても、今この状態であれば。セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。打ちました、痛烈、いった。セキュリティかマチェットかって言ったらマチェットの方が打ちやすい気がするんですけど。誰、やべか、めっちゃ気にしてんな。あ、しまった、危ねえ。投げました、打った、これはいい当たりだ。おー、揺られてるね。セキュリティガード、あ、でも歪みに変わるとね、今日3打席連続打ちづらくなるんですよね。やっぱりストレート主体の。おお、強襲、ああ強襲だね。危ねえ危ねえ危ねえ。犬級をよく耐えた。せっちゃんせっちゃんせっちゃん。ああせっちゃん足りてなーい。まだ4か。どんだけ足りてないの。甲子園に来てまでせっちゃんを追うとは。じゃあちょっと怖いから恐怖の満塁とか取りましょう。エラー。俺エラーだ、そういえば忘れてた。野球所はね、なんかハイリスクローリターンな感じがするんですよね。もうちょっとね上がってくれればいいんですけど。セキュリティガードリードで迎える1回です。ノーアウトランナー1塁という場面で福田、第2球投げた。これはカーブでしょう。カウントは2ボールノーストライクです。第3球はこれもボールかね。大きく外れました。カウントは3ボール投げた。入れてきたか。1球見送りました。第5球投げた。しまったしまったしまった。ショートバウンド2塁送球、ゲッツになる。おお、ここで敗退する恐れがあるな。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で福田、第2球投げた。これはいい。これで同点、あれ逆転か。めっちゃ点入れてくれたな。セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは福田、今日3打点を挙げています。もう1本打ちたいよね、やっぱりホームランは。アウトコース高め、フォークは外れたボール、カウンター2ボール、投球は3球目投げた。ストレートだったか。ちょっと悩んだな。投げました。ストレートが遅くて助かったの。ギリギリ持っていけた。セキュリティガードレイドで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている福田。それはいくか。いかなかったけど、ギリギリ取られなかったな。よし。まあ悪くはないでしょう。っていうか90もらえたし。っていうかせっちゃん、せっちゃんいる、せっちゃんせっちゃんせっちゃんいる、練習しよう。4 これマックスいった、すげえいってなさそうなんだけど。こんだけせっちゃん追ってさ、マックスじゃなかったら悲しいよね。B 賞がやたら持ってんな。肩は D にしてこう。で、技術がね、足りないからね。で、補給を D まで上げるか。で、B 賞。あれ、B 賞なんでこんないっぱい余ってんの？じゃあ、盗塁取る？せっかくだし。でも余ってんな。なんで？まあいいや。とりあえずこれでいくか。まあせっちゃんもね、イベントでそれなりに便所をくれるんで。一球入魂でもらってくれ。一球入魂取ってねえや。あとはアーサーのうちに第2球投げました。打ち込んでおきたいけど、矢部君を警戒してるか。ファーストランナーをちらっと見て投げました。矢部を警戒してるね。カウンター3ボールノーストライク。おお、ピッチャー返し。どうか。ボールはセカンド。セキュリティガード、この回はクリーンアップからの攻撃になります。これを入れて、福田入れてこようとしたけど、
ボールだったね。これから2球目、バッターの足元、第3球を投げました。ほら、左中間へと掴み大量失点したな。セキュリティガード大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁3、打ちました。ボール球だった。セキュリティガード何としても得点を挙げたい9回です。バッター福田、投球これから2球目、一本はホームランしたい。いった、入った。まあしょうがない。ちょっとな、2打席目と3打席目はもったいなかったな。まあそれでも70はもらえたのか。てかさ、スカウトとか全然追ってないよねこれ。サイン、で最後いくつくれる。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。せっちゃん追った甲斐があったよこれ。一応ねマックスよりね1足りない状態だったら最高得点をねくれるみたいなんですけどね。5600か。やっぱまあ結構いくよねこれでね。果たし状とかね失敗してるから。であとお正月もね一緒にせっちゃんと行けてないんで、まあ今回はちょっとせっちゃんに振り回されたかな最後まあ別に悪くはないですね。だからそうすると基本的にはあとチャンスはちょっと1は欲しいのよな。であと一球にこれ取ってないからこれ取るでしょ。でせっかくタイエースももらったから取るでしょ。エラー消すか。精神使うの、精神使うけど、まあいいや消そう。インコース、あとは肩を芯にするか。6-4-3でゲッツーを取りやすくするために。であとなんか取れるのある。あっ、球打ちはちょっといらない。ヘッスラも走力があるから別にいらない。ゲッツー崩しにするか。じゃあであとちょいちょいと使って補給を上げて、こんなものですね。意外にいったなS2 の110なのか。意外にいきましたね。という感じで、じゃあとりあえずニックネームは117にしておきますか。あー、魔術師惜しかったな。そうするといろいろちょっと悔いの残るサクセスではありましたけれども、まあ、もともとガチでやるつもりはなかったんだけれども、まあ、そういう時に限ってね結構うまくいったりするもんなんでこれだけの守備力があれば、まあセカンド任せられるかな。打てるセカンドとしてちょっと入れておこうかな。登録して、まあ、ここら辺のセカンドはもういらないんで、名前のついてる人たちはもう基本的に弱いんででこれで神宮寺を入れてゲットでしょ。パワーストーン、あそっか、これで3人目か。金ゲドウで恐怖の満塁男も取れて、ミート A 以上も取れて、で OK ですね。はい、というところで、まあ、限定ミッション、もう少しねミッションがうまくこなせれば強い選手が作れるとは思うんですけど、まあいかんせん自分ね特攻キャラを持ってないのでね、そこが辛いところではあるんですけれども、もう1回くらいちょっと、限定ミッションできればなと思っておりますので、まあよろしければまた見に来てください。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。